ここに集まっている学生さんは本当にですね、もう論文を書いていただいて、いわゆるそれをちゃんと社会実装していくところまで、きちんとここにいる、カラフルボードの渡辺さんみたいな方、ちょっと他にもいろいろソフトバンク様とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、やはりここにはですね、夢を実現する、日本を良い方向に機械学習とか AI の技術を使って変えていくっていう熱い熱意を持った方々が集まっているので、ぜひですね、このコミュニティをもとに日本を支えるような AI の技術をちょっと、開発していただければなというふうに思っております。で、最後にちょっと PV 流させていただきますので、これを見終わったら、解散させていただきます。じゃあお願いします。やめましょうよ。いやー、帰ろう帰ろう。現在では Facebook ページで1000人を超えるメンバーが集まっています。僕はこの仲間たちと共に30年40年先の人間と AI が共生する未来を作っていきたいと思っています。これからこのコミュニティがもっと広がって、もっと仲間が増えていくことを願っています。深手の会では学生だけじゃなく、社会人の方を対象にした社会人指導、女性の方を対象にした女子会も開催していて、もっと多くの人をつないでいきたいと思っています。全能アーキテクチャ、全知アーキテクチャ、そして人工知能の技術が人々の生活に役に立つのはまだまだ本当にこれからです。皆さんで加速していく世界を作り上げていきましょう。私たちは人のように考え、理解し、行動する汎用人工知能の開発を目指しています。そのために機械学習や神経科学といった知見を収集し、それらを応用することで、より人に優しく便利な技術の実現を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ぜひ参加していただいて、社会人の方もですね、あとスポンサーになられていない、企業の方はぜひその上長にですね、素晴らしい会なのできちんとその手続きを取って、
ポンサーになっていただきたいということをちょっと上長に相談していただければなと思います。まあ、ちょっとあのやり方が分かんないのでこれで以上で終わりにいたします。じゃあ皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。